Q&A 三つ星です。今回は久しぶりの横動画になっているんですけど、ご報告があります。この度大阪で飲食店をオープンすることになりました。パチ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 。インスタをフォローしてくださっている方はストーリーとかでちょこちょこ発信をしているので、知っている方もいるのではないかなと思います。今回の動画はオープンするお店の紹介はもちろん、どんな料理が名物なのか、いつから予約をすることができるのか、どのような経緯でお店を開けるに至ったのか、どのような思いで営業していくのかなど、僕の経歴といいますか、そういった情報も話しつつやっていきたいと思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。またかなりお得になる初来店クーポンなんかも発行しますので、動画の最後のクーポン特典情報は絶対に見逃さないようにしてください。さて、お店の名前なんですけど、伊勢海老タクトという名前です。店名に伊勢海老と入っている通りで、伊勢海老を使った料理を中心に様々な料理を取り揃えております。外観は白色で和風感ある雰囲気になっています。店内は若干カジュアルモダンさがある落ち着いた雰囲気の店内になりました。店内で流す BGM はまだ検討中でして、どんなジャンルの BGM がおすすめかとか、ぜひコメントください。席数は2名テーブルが12卓あります。合計24席です。なのでデートでも利用していただけますし、会社のみ、宴会、友人と、またお一人で使っていただけるお店になっています。20代後半以降の方であれば、どの年齢でも利用しやすい雰囲気になっているかなと思います。肝心の料理に関して紹介をしていきたいと思います。コースが1つあります。残りは一品メニューです。伊勢海老タクトの名物は伊勢海老鍋のコースになっています。コースは事前予約制になるので、必ず予約してもらうようにお願いします。コース内容をまず紹介したいと思います。こちらこだわりの前菜3種です。ウフマヨといういわゆる半熟卵のマヨネーズソース仕立てですね。フランス語でウフっていうのは卵のことを意味するみたいです。鶏のレバームースはレバーの旨味をしっかりと引き立てるために、調理過程でブランデーでフランベして仕上げています。これはめちゃくちゃ美味しいです。これだけでお酒が進みます。で、最後にピクルスになっています。次は生ハムのサラダです。変更などあるかもしれないんですけど、ドレッシングはポン酢ベースのドレッシングになっています。野菜が冷やされていてシャキシャキで、とても美味しく食べていただけると思います。次にムール貝とアサリの酒蒸しです。これも好きな人には好きな、外せない一品かなと思います。ここから伊勢海老鍋が登場します。で、見ていただいたら分かる通りで、見るだけで美味しそうです。撮影用に盛り付けはしているので、本来は具材を一気に入れたりはしないです。野菜も美味しく食べていただけるように、順番にちゃんと入れていくスタイルになっています。伊勢海老鍋は食材の王様と言われることもあって、かなり伊勢海老の出汁が効いています。出汁のベースはカツオと昆布です。そこに伊勢海老の旨味が重なって、とんでもない美味しさになります。当初はポン酢とかごまだれとかいろいろ準備したいと思っていたんですけど、そんな小細工は必要ないってぐらいに伊勢海老和風出汁だけで美味しいです。ただ何個か味変ができるように調味料は準備したいと思っています。野菜は春菊や白菜などで、キノコ類が数種類あります。あと豚のしゃぶしゃぶもあるんですね。この豚なんですけど、銘柄をこだわっています。ホージュトンという日本一幸せな豚って言われている、超衛生的環境下で育てられた豚がいるんですね。かなり衛生的な環境で育てられているので、飼育されている豚舎も臭くなかったりするみたいで、農家の人だったりとかも結構驚いたりするみたいです。 SPF 豚という言葉があって、簡単に言うと特定の菌が少ない健康的な豚って意味なんですけど、日本 SPF 協会が行っている厳しい認定試験にホージュトンは25年以上連続合格しています。そんなこともあって、かなり芳醇な味わいで、脂も甘くてかなり美味しくいただくことができます。今は法改正があって生で食べられないんですけど、生で食べてもいいってぐらいに菌が少ない豚が芳醇豚と言われています。この芳醇豚のしゃぶしゃぶなんですけど、かなり美味しいです。追加オプションで芳醇豚の追加、野菜の追加もできますし、特別オプションで伊勢海老一本食いなんかもできます。面白いなって思った方はぜひとも注文していただけたらなと思います。最後は締めの雑炊です。かなり旨味が詰まっていて美味しいです。和風だし、伊勢海老のだし、だしの旨味、伊勢海老の旨味、豚の旨味、これらが一気にギュッて凝縮された、とっても美味しい締めの雑炊になっています。最後にはデザートを用意しています。全体的に結構ボリューミーだと思います。ちなみに飲み放題込みになっています。一般的なビール、ウイスキーとかカクテルとか焼酎があります。ノンアルコールビールも置いてます。特にちょっと風変わりな種類の焼酎を置いていて、牛乳焼酎とかライチ風味の焼酎とかわさび焼酎とか、いろいろ準備させてもらっています。
日本酒は別途料金メニューになっています。日本酒に関しては今は2種類になっています。一つは歌城っていう JAL のファーストクラスで提供されたことがあるような銘柄と、姫膳という日本酒なのかと疑うほどにフルーティーな女性人気抜群の銘柄を準備しています。随時追加していく可能性もあるんですけど、今のところこの2種類になっています。さて金額なんですけど、鍋コースと飲み放題込みの金額になっていて、オープン記念価格で8800円で提供します。基本価格は1万1000円になります。ただオープン価格として8800円で提供していきます。多分この値段で伊勢海老鍋を食べれるお店はそうないんじゃないかなと思っています。大阪でもあったとしてもトップクラスで安いんじゃないかなと思います。ただ絶対的には高いと思うんですけど、相対的には安い金額なのかなと思っています。鍋コースは事前予約制なので、そこだけご注意お願いします。クーポン情報は動画の最後に説明してますので、最後までしっかり動画を見てもらえたらなと思います。さて、一品メニューの紹介もしたいと思います。一品メニューは激推しのものから、まあ普通に美味しいよねってものまでいろいろ揃えております。あと、基本的に伊勢海老を使ってない一品は値段は安めだと思います。一品は定番のものから、ちょっと風変わりなものに美味しいものまでいろいろ提供させてもらう予定になっているので、ぜひ楽しみにしていてください。ちなみに、僕や店長が食べてみて、美味しいと思ったものを出すので、今から紹介する料理美味しいしかちょっと言わない可能性あるんですけど、そこだけちょっとご了承いただけると嬉しいです。まずサラダは2種類で、ホージュトンの冷やしゃぶサラダと旬のフルーツと生ハムのサラダです。早出しメニューが12種類ほどあります。1つ目が水なすのオリーブオイル塩仕立てです。これはシンプルなくせにめちゃくちゃ美味しいです。3つ目がたくあんとキリチーズのり巻きです。これもめちゃくちゃ美味しいです。ちょっと不思議な組み合わせだなと思う方もいるかなと思うんですけど、たくあん単体、キリチーズ単体、海苔単体でも美味しいので、この3つが掛け合わさったらそれは美味しいよなっていう味わいになっています。4つ目が炭焼きカツオのたたきです。5つ目が甘納豆マスカルポーネチーズ蜂蜜付きです。これもかなり美味しいです。甘納豆は黒豆みたいな味わいだと思ってください。クラッカー、蜂蜜、豆、チーズ、この組み合わせのハーモニーはめちゃくちゃえぐいです。6つ目がコマネチです。ちょっと名前ふざけすぎやろってね思うかもしんないんですけど、コーンビーフとチーズなどが入っていて混ぜて食べるんですけど、お酒が欲しくて欲しくてたまらなくなる味わいです。7つ目が野沢菜昆布のわさび風味仕立てです。中にトマトとかも入ってます。これもかなり人気になるんじゃないかなと思ってます。8つ目が梅水晶セロリです。これはめちゃくちゃ好きな人は好きだと思います。セロリって苦味緩和の方法とかあるんですけど、あえて癖のある状態のままにしています。まあでも僕個人的には癖のないセロリの方が好きだなと思ったりします。9つ目があん肝ポン酢です。これも好きな人は好きだと思います。肉でもレバーとか、まあ、ホルモンですねが好きな方はあん肝とか好きなんじゃないかなと思います。10個目が鶏レバームースバケット付きです。これはコースでも提供してるんですけど、こっちはバケット付きで提供します。バケット、オリーブオイル、ムースを一緒に食べるとかなり美味しいです。11個目がカツオチャンジャです。結構辛めなチャンジャになってます。チャンジャって魚のキムチって言われたりしてるみたいなんですけど、カツオのキムチみたいな感じです。12個目がホタルイカのおきづけです。結構塩辛めです。お酒は進むかなと思います。次に一品料理になっています。11種類ぐらいあります。まず一番メガトン級に美味しい一品を紹介します。それが1品目、こちらホージュトンのトンテキです。これ超美味しいです。ハードル上げすぎ問題もちょっとあるかもしれないんですけど、まあ8割ぐらいの方が美味しいって言ってもらえるのではないかなと思います。っていうのも若干レア焼きなので結構柔らかい感じで食べていただけます。油も全然くどくなくて、1人前1人で食べていただけるほどに美味しいです。あと特徴としてはかなりジューシーですね。口の中で旨味がじわーって広がります。味付けは一般的なトンテキの味です。これはぜひ食べてみてほしいです。2品目はアサリとムール貝の酒蒸しです。これはコースのと同じになっています。3品目はアンコウの唐揚げです。ちょっと骨があるので食べにくさはあるんですけど、コリコリして淡白な感じで美味しく食べれます。4品目は伊勢海老の姿焼き塩焼きです。伊勢海老なので原価がそもそも高いので少しお値段は張るんですけど、プリプリでやはり美味しいです。プリプリが好きな方にはおすすめです。5品目は伊勢海老の姿焼きバジルマヨソースです。味付けが違うだけなんですけど、個人的にはこっちの味の方が好きです。6品目はホッケです。
多くの飲食店のホッケってかなり大きいと思うんですけど、少し小さめのサイズを提供するようにしています。7品目はサバ明太子焼きです。ちょっと辛めなんですけど、これも美味しいです。焼きサバ特有の風味と明太子の味わいが思ったよりもマッチしています。8品目は炙りほうじ豚のみょうが巻きです。ほうじ豚自体が臭みがない感じなので、みょうがのパンチが効いた味わいになっています。9品目がカニクリームコロッケ山椒タルタルです。この山椒タルタルっていうなかなか珍しいソースだと思うんですけど、これが美味しいんですね。万人受けするぐらいの山椒の量に調整はしているので、少し苦手かなぐらいの方でも食べてもらえると思います。お好みで山椒を追加して食べていただくことも可能です。11品目は塩辛ジャガーバターです。13品目は甘うま唐揚げです。一般的には使わないような粉で衣を作っていて、外がカリカリで中もちもちな食感に仕上がっています。味付けは少し甘めになっています。で次が締めですね。麺とかご飯で合計3種類ほどあります。1品目はほうじ豚のお茶漬けです。仕上げはかなりシンプルなんですけど、味付けしたほうじ豚の豚ロースがかなり美味しくて、すんごく美味しいお茶漬けに仕上がっています。2品目は伊勢海老だしうどん。最後にデザートが数種類あるっていうのが今の全てのメニューになります。長いこと紹介させてもらったんですけど、このようなレパートリーになっています。前回動画でも言ったことあるかもしれないんですけど、実は2回目の飲食店経営なんですね。前回はオープンした瞬間にコロナになってしまったので、時短支援金とかもあったんですけど、もらわずに閉めることにしました。そこから3年から4年ぐらい経ったんですけど、今回また飲食店を開業することになりました。もともと母が料理上手だったので食べることが結構好きだったんですね。社会人になってもご飯屋さんとかバーとかいろいろ巡ったんですけど、そこで飲みの場とか料理とかお酒を通して当時の職場の人たちと交流できたり、その場で新しい人と出会って友達が増えたりっていう、そういったことのおかげで人生充実していたなと思っていて、自分でもそういった場を提供したいなと思って始めたのが1回目の飲食店でした。今回の2回目の飲食店伊勢海老タクトでも、お客様には大切な方と来ていただいて、少しでも有意義な素敵な時間を過ごしてほしいと思って営業を頑張っていきます。しっかりご飯屋さんをやるのは初めてなので少し緊張するんですけど、満足していただけるよう全力でスタッフ一同精進していきたいと思います。営業時間は17時から23時です。定時で会社が終わる方が多いエリアなので17時からの予約としました。場所ですが、堺筋本町駅から4-5分、北浜駅から5-6分、本町駅から7-8分、ヨドバシ駅から7-8分の場所にお店があります。ツルトンタンさんが近くにありますので、比較的分かりやすいかなと思います。ちなみに予約開放日、予約開始日ですね、は本日から予約開放をします。9月1日17時からのオープンなので、9月1日以降での予約となります。予約方法なんですけど、電話で予約をしていただくか、ホットペッパーで予約していただくか、食べログで予約をしていただく形になります。鍋コースに関しては事前予約必須なのでご注意ください。2024年の8月15日から8月31日の間の電話受付時間は、お店にいる時は取れるような形にはなっているんですけども、いない時は取れなかったりすることもあるので、できるだけネット予約でお願いしたいと思います。9月以降に関しては基本的に電話の方が嬉しいという方は電話でしていただけたらなと思います。オープンまでのその期間に関しては、電話はスタッフがお店にいて出れるタイミングに限られてしまうという点だけご了承いただけると幸いです。それか三つ星のインスタグラムに DM とかをしていただいて予約を取ってもらっても大丈夫です。その際は概要欄にインスタの URL を貼っておりますので、追加して DM をください。ちなみに伊勢海老鍋コースがやはり推しなので、この動画限定の特別クーポンを発行します。特別クーポンの受け取り方法なんですけど、まずこの動画に高評価をしていただけると幸いです。次にこの動画の概要欄に公式 LINE を追加するような URL を貼っておりますので、タップして友達追加をお願いします。三つ星の公式 LINE を登録してもらえると、8800円の鍋コースが8000円になるというクーポンが届きます。基本価格1万1000円で提供するコースがオープン価格で8800円になっていて、さらに800円安くなるという破格クーポンプランです。公式 LINE で発行しているクーポンは会計時にスタッフに提示してもらえると OK です。1クーポン1名様1回までの利用なので、お連れ様がいる場合は公式 LINE を伝えていただいて登録してもらってください。クーポンの利用期限は2025年の8月31日までとします。
今が2024年なので、オープンしてちょうど1年後とします。コスパや美味しさに自信がありますし、伊勢海老の鍋コースといえば大阪トップレベルで安いと思うので、ぜひとも来ていただけると幸いです。今回の動画がいいなと思ったり、行ってみたいなと思っていただけた場合は、ぜひとも高評価チャンネル登録をお願いします。では今回は以上になります。バイバイ。